く問題ない。ちょっと色合いが合わないですね。かぼちゃを合わせてハロウィン。これもうるさい。こんにちは、若者着物のヒロです。今日は着物のコーディネートについて実際やってみるという企画です、ね、最初はこのポリエステルのよくある5000円ぐらいのね、仕立て上がりの着物、これ茶色なんですけど、でそこにちょっと半襟をねグレーで当ててみる。ここに合う帯は何なのかということでやってみたい。例えばサラサでいくとこんな感じですね。ちょっと落ち着いてるかな。あとはジーンズのデニムで作った帯、ジーパンから作った帯ですね。こういうの当ててみるとちょっと色合いが合わないですね。あの寒色系の帯に着物が茶色で暖色だとちょっと合わないから、もうちょっと暖色系のを探すと、例えば緑色とかね、こういうのだとちょっとしっくりきますね。あとやっぱり寒色系で合わないかなと思うのはこういうやつかな。猫柄で可愛くて、まあ無難ではあるんですけど、やっぱこの色合いがちょっと合ってこないですね。合わないつながりでいくとやっぱちょっと紺もギリかなっていう、茶色に合わせるっていうのはね、やっぱ紺は厳しいかもしれないですね。これ緑、うん、緑だとまあ合うかもしれないですけど、無地と無地なんでちょっと面白みがないかなっていう感じがしますね。だとすると茶色つながりでベージュとかね、この辺がしっくりきますね。その柄はめっちゃカジュアルなんで、あまりかしこまった席には使えないですけどね。だとしたらこれポリエステル、せっかく光沢があるんだから、光沢のあるね、こういう博多みたいな帯だと、まあ、まあまあ全く問題ないですね。この茶色つながりでね、すごいしっくりきますし、かっこいいですね。かな。あとはもうちょっと柄を入れるんだったら縦縞とかね、こういうのもいいですよね。なんとなく色合いも、うん、まあまあ合ってるとは言えますよね。こういう縞もいいですよね。せっかく無地の、着物なんだから帯で遊んでみるっていうのはすごいいいと思うんですよ。あとは緑だとどうかな。これチェックなんですけど、ちょっと落ち着いたタータンチェックね、これもまあいけるかなっていうところです。あとはメキシカンの柄とかもまあ合わなくはないですけど、ポリエステルがちょっと光沢あるんで、スーパーカジュアルなこのメキシカンの柄はちょっと厳しいかもしれないですね。そういう色合いとか柄だけでなくて、そのフォーマルカジュアルとの合わせ方も結構考慮に入れた方がいいかもしれないですね。じゃあちょっと次の着物いってみる。じゃあ今度は全く違う、紺、あとちょっと茶色入ってますけど、全体的に寒色系の縦縞、これ結構柄がうるさいんで、これもともと女着物を男着物に僕が自分で仕立て直した、ちょっと直したんですけどね。ここにちょっと半襟を合わせてみるかな。半襟も無難にグレーでいくとしますね。その場合にじゃあ縞に縞って合うのかって言うと、もうダメですよね。これ縞に縞はやめよう。縦縞、じゃあ横縞もどうなのかって言うと、これもかなり厳しい。じゃあ縞じゃなければいいのかっていうと、これもうるさい。男着物は難しいので、もう大抵柄、これぐらいの太いが縞にこういう柄合わせるともうダメですね。じゃあこういう大きな柄ならいいのかっていうと、もうこれも厳しいですね。大柄に大きな縞を合わせるってちょっと難しいですね。ということで、まあ、結論としてはこれじゃないかっていうね。もともと着物がもうスレスレのラインでもう十分に派手なので、そうするとあとは合わせるのは無地の落ち着いた同色同類のね色の帯じゃないかっていう気がしますね。こちらも無地ですけど、緑色の帯、これも無地なら合いますね。あとはじゃあ無地ならいいのかっつうとですね、茶色はどうなんだと。茶色の帯、まあ一応この中に茶色が入ってるからか、まあ合わなくはないかなっていう感じですね。でも全体が寒色系なので、まあ寒色の帯に合わせた方がいいですね。うん、こういうのもダメですね。もう全然ダメ。はい、じゃあ次いきます。はい、じゃあ次は
これ浴衣です。シジラ、ちょっとチリチリしてます。あの薄くてすごい透ける素材なんですけどね。夏に着る浴衣なので、半襟は置かずに置いときますけど、じゃあそこに合う帯は何かっていうと、まあこれ全体的にあのくしゃくしゃしてるんで、まあそれに合わせてへこ帯とかね、くしゃっとして超カジュアルっていうのはまあ一つありますけど、まあなんかご近所のお出かけじゃなくて、せっかく浴衣で花火大会とかでちょっと洒落た感じ出したいみたいな人は、まあもともとこれ細縞が入ってるんですけど、まあ遠目で見ると完全にもう無地感ですよね。無地の感覚ですね。なのでまあちょっと大きな柄も合わせてもいいけど、浴衣なんだったらやっぱり夏らしく行きたいから、夏っぽいのがあるかな。これも超地味ですね。なんか遊び感がないっていうか、あの浴衣着るのって僕だったら近所のお出かけとかに浴衣着ちゃいますけど、そういうんじゃなくて張り切って出かける人多いと思うんで、まあ、こういうのなんかちょっとかっこいいと思いませんか。でもあの元が無地感なんで、まあ、どれもいけるっていう感じなんですよね。どの帯もね、こういうの、うん、結構いいですねこれ。なんかちょっとモテそうですな。やっぱりあの猫柄はいいですよね。うん、こういうカジュアル感いいですよね。やっぱり浴衣で夏でね。あとはね、こういう、これ自分で染めたんですけど、僕自身でね、こういう家紋柄とかね。でもちょっとね、あれかな、古臭いかな、どうでしょうね。やっぱりこう、こういった分かりやすい色と柄でいくのがまあいいかもしれないですね。うんうん、で浴衣の時期にこれね、クリスマス柄合わせちゃうともう大失敗っていうね。クリスマス柄はあの冬の寒い時期の着物に合わせるといいですよね。あとはデニム素材とかね。でもデニムって無地なんでね、元が無地なところにデニム無地って、まあ、僕ならやるんですけど、あの何回もいつも着物着ますからね。でもあの夏にここぞっていう時しか着ない人にとっては、無地に無地だとちょっとなんか自分的に物足りないんじゃないかっていう気がしますから、まあなんか色使いで遊んでもいいですよね。こういうかわいいかな、どうでしょうね。うん、いいかもしれない。あとはですね、ハロウィンの時期だったら、まあ、ネタとしてね、浴衣をちょっと夏に使った浴衣をまたあの持ってくるかなみたいなね。ということでかぼちゃを合わせてハロウィンとかね。まあハロウィンの時期ちょっと寒いんでね、室内だけ用って感じですけどね、まあ、そんな感じですかね。ちょっとまた次回に続くっていうことで、はい、とりあえず3つの着物でした。